フレキシブルシャフトのグリスアップを行っていきたいと思います。フリグリスべっとりですね。あとこのフレキシブルシャフトですけど、カリパとあとこちらのそのエンジン側っていうんですかね、そちらの方の入れ替えを行うと、このフレキシブルシャフトのその先端の部分ですかね、摩耗がちょっと防げるということで、まあタイヤのローテーションと一緒ですかね。ちょっとひっくり返します。はい、ひっくり返しました。グリースを適量取ります。こんなもんですかね。あとはグリースを塗っていきます。はい、続いてこちらのギアケース内のベベルギアの方にグリスアップをしていきたいと思います。私はグリスガンを使うんですけど、ここにカリバラ液用のグリスニップルがありますので、こちらをここに装着しまして、このグリスガンであとは潤滑したいと思います。以前ね、動画で大失敗しまして、ものすごくこう何て言うんですか、大量にグリスを入れてしまったんですよね。いや、もう間違いで、本当にこのギアケースのベベルギアというか、その、力を伝達するギアがこう2つこうついてると思うんですけど、そこの中がこう薄い膜がつくぐらいでいいっていうことでしたので、大失敗なんですね。本当にこう、ごく軽くというか、適量。それをやっぱりこう、細かく細かくこう、シーズン中も行っていくんだよっていうふうに教わったので、いや、これはちょっと大失敗でしたね。まあでも本当にこまめに行っていくので、そんな適量に今回は行っていきたいと思います。